俳優名鑑サー・ロジャー・ジョージ・ムーア、1927年10月14日生まれ、2017年5月23日没。出身地イングランド、ロンドン・ランベスク・ストックウェル。イギリス・ロンドンのストックウェルで警察官のジョージ・アルフレッド・ムーアと主婦のリリアンの息子として生まれる。バッキンガムシャー・アマーシャムのドクター・シャロナーズ・グラマースクールに入学。1940年代、映画にエキストラ出演した後、18歳で軍隊に入隊。第二次大戦中、西ドイツに赴任する。除隊後に再び大部屋俳優になり、モデルやテレビのステージ、マネージャーなどの職業も経験した。1950年代に入ってアメリカに渡り、テレビドラマに出演する下積み生活が続いた。1954年、MGM 映画、雨の朝パリに死すに出演。同年、MGM の契約俳優となる。本作ではプロテニスプレーヤーとして世界を転々としているという役でした。当時は演技が硬いと監督に言われていたそうで、出番は少なかったものの、印象的な準主役でした。1962年に英国で制作された人気テレビシリーズ「セイント天国野郎」に主演、ムーアの名声を確立した作品になった。制作は特撮人形劇「サンダーバード」で知られる ITC のルー・グレード卿で、主人公サイモン・テンプラー役にはパトリック・マクグーハンとムーアが候補になり、ムーアが役を射止める。この二人は初代ボンドの有力候補にもなっており、また三代目ボンドとしても名前が挙がった。ムーア本人はテンプラー役はショーン・コネリーと競り合いの末勝ち取った役で、コネリーはやむなくボンド役になったとの発言をユーモアたっぷりに語っている。この話はムーア独特の一種のジョークで、事実関係は確認できない。ムーアは本作で監督・脚本家デビューもしている。本作にはオナー・ブラックマン、シャーリー・イートン、ユーニス・ゲイソン、ロイス・マクスウェルなど007シリーズゆかりの俳優もゲスト出演している。少年時代のピアース・ブロスナンにとってコネリー・ボンドは憧れの対象であったが、年に一度のボンド以上に週に一度会えるムーア・テンプラーは最高のヒーローだったと語っている。その後、ダンディ2、華麗な冒険などのテレビシリーズでも活躍した。日本では7代目トヨタコロナ、T140 系、最後の FR コロナの CM キャラクターを務めたことでも知られている。ムーアは CM や広告に登場したばかりではなく、7代目コロナのカタログにも登場している。また、複数回来日している。1973年、3代目ジェームズ・ボンド役に抜擢され、世界的に有名になった。2代目のジョージ・レーゼンビーが大幅若返りであったのに対し、コネリーよりも3歳年長の後任者であったが、ムーアのエレガントかつユーモラスなキャラクターがファンはもちろんスタッフや共演者にも愛され、1985年の007美しき獲物たちまで足掛け13年、シリーズ7作品に連続で主演した。絶対に覆すことができないと思われた007ジェームズ・ボンドイコールショーン・コネリーの先入観を変更させることに苦労した。タフでワイルドなコネリーと正反対の路線を目指したため、しばしば原作のイメージを逸脱し、ムーアのボンドを追求した。コネリーとムーアはボンド俳優の二大巨頭であり、後任の俳優たちはなかなかこのイメージを上回ることができなかった。五代目のピアース・ブロスナンも前任者4人のうち、ショーンとロジャーは意識しないわけにはいかなかったと語っている。歴代最初の黒髪ではないクリゲイロボンドである。またクイーンズ・イングリッシュを喋るボンドも彼が初めてである。コネリーとの差別化を図るためドライマティーニを注文しない、口にしたことはある。タバコではなく葉巻をたしなむなどの工夫をしている。ボンドを演じる際コネリーの真似をしないよう気をつけていたが、特徴的なコネリーの声真似は得意である。また歴代ボンドで唯一アストン・マーティンに乗っていない。歴代ボンド全員と交流があるデビッド・ニーブン、ピーター・セラーズも含む。特にショーン・コネリーとは英国出身の同年代の渡米組ということもあり、無名時代からの友人で、お互い有名キャラクターを演じるために1962年に帰国したことなどもあり、親交が深い。ムーアはシリーズのプロデューサーであるアルバート・アール・ブロッコリとハリー・サルツマンとの関係が絶望的に悪化しているコネリーとは対照的に非常に良好なため、
シリーズの特番のインタビューはもちろん、パーソナリティや時にはボンドに扮して登場することもある。ムーアは俳優として活躍する一方、オードリー・ヘップバーンに勧められユニセフ親善大使になり、恵まれない子供のために一生懸命訪問を繰り返し、精力的な行動もあり、2003年にはナイトの称号を与えられた。2007年にはハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに星を獲得し、名前を刻んでいる。式典には007の宿敵ジョーズを演じたリチャード・キールや、007死ぬのは奴らだで共演したデビッド・ヘディスン、女優ステファニー・パワーズらが出席したが、ムーアが星の前でひざまずいた後、立ち上がるのに人手を借りねばならない一幕もあった。2008年には初めての自伝マイワールド・イズ・マイ・ボンドを出版。またフランス文化省が運用する名誉勲章である芸術文化勲章の最高章であるコマンドゥールを授与された。私生活では4度の結婚をしている。最初の妻であるドーン・バンスタインと1946年に結婚。しかし結婚後はドーンさんがムーア氏を引っかくのは日常茶飯事で、実家を訪れるたびに傷が増えていく息子を見てムーア氏の母親は呆然としていたという。結局ムーア氏は1953年にドーンさんと離婚。二人目の妻である歌手のドロシー・スクワイヤーとは1953年に結婚。しかしムーア氏に言わせると、ドロシーさんも非常に怒りっぽい性格の持ち主だった。ドロシーさんとの結婚生活も荒れたものとなり、ドロシーさんがギターでムーア氏の頭を殴ったこともあったという。結局1961年に破局したが、彼女がその後8年間離婚を拒む。その後ドロシーは1998年に死去したが、2009年になってムーアはドロシーが子供の頃住んでいた家に300ポンドのブループラークを送った。3人目の妻であるルイザ・マッティオリとは1969年結婚。ドロシー・スクワイヤーが8年間離婚を拒んだため、ルイザ・マッティオリとの間の子供のうち2人は初出子となった。ルイザとの間には2男1女がおり、子供の中、その中でもジェフリーとデボラは俳優になった。1993年に結婚が問題になり、彼らは同居を停止。同年には彼は前立腺がんと診断されました。1994年、ムーアがルイザに電話で2人の38年間の関係は終わったと告げ、2002年に1億ポンド、スターリングポンドの慰謝料で、ルイザとの離婚が成立しました。4人目の妻であるクリスティナ・ソルトラップとムーア、当時74歳は、モンテカルロで秘密裏に結婚式を挙げたが、この時ムーアの子供は誰も出席しなかった。しかし、2007年のハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム殿堂入りの際には、妻クリスティナとムーアの3人の子供が揃って出席した。2017年10月14日に生誕90周年を迎える予定だったが、それに先立つ5月23日、癌により89歳で死去。ムーアはスイスで亡くなり、葬儀は個人の意思によりモナコで密葬にて執り行われるという。ムーアの3人の子供たちの連名による声明には、パパ、あなたでいてくれてありがとう、そして多くの人にとって特別な存在であってくれたことにも、という父へのメッセージが添えてある。ありがとう、ロジャー・ムーア。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら大変喜びます。